二年連続ロッテジャイアンツの首相を務めることになったイデホが2018年の韓国復帰後、二度目のシーズンをスタートする覚悟を伝えた。イデホを筆頭にしたロッテ選手団第二陣は31日、キャンプ地である台湾へ出国した。イデホは昨年、日本と米国の舞台を経て、六年ぶりにフルスロッテへ復帰した。 復帰するや首相を務めたイデホはチームのポストシーズン進出を導き、成功的な復帰を果たした。韓国で2度目のシーズンを迎えて昨年に続き再び首相を引き受たイデホの覚悟も格別だ。イデホは例年同様、サイパンで体を作りシーズンに備えた。キャンプ出発前、イデホは、6年目、 サイパンで体を作って、29日に帰国したとし、体もしっかり作って、韓国で2度目のシーズンをスタートするのが嬉しく、ワクワクすると話した。今年のロッテは選手団の変化が大きい。二次ドラフトや FA 契約などで即戦力級選手たちを大勢迎え入れた。 新しくチームに合流した選手たちの適応が今年、ロッテの鍵となる見通しだ。イデホは、日本と米国舞台を経験しながら変化と適応に対する感覚を築いた。彼は、日本と米国でチームを移籍しながら、変化に適応してきた。 新しい選手たちが1日も早く選手団に溶け込めるようにサポートしてあげなければならないと話した。球団の行動は結局、今年さらに高い成績を目指すという意味だ。イデホも選手団の融和が成績の近道だとわかっている。彼は、球団でいい選手をたくさん連れてきたことに感謝していると話し、だからと言って、 いい選手が多いからいい成績が出るものでもない。選手団が一つにならなければ成績も出ない。選手団が早く団結できるように努力をすると強調した。